とりあえず情報収集だな。ヤッホー勝野さん。お今さん、こんにちは。マリアと十五夜月見、どうしてここに。こいつは反ルナリアムの組織ステラクルスに所属する戦士十五夜月見、またの名をシルバスター。こっちはシルバスターのサポート役で十五夜月見の姉十五夜マリアだ。珍しくお姉ちゃんが誘ってくれたんだよ。たまには息抜きも必要ですから。それじゃ先に行ってるぜ。感謝しているよ。え？俺が今までフルムーンたちのエンブレムを奪ってきたのもマリアの協力があってこそだからな。でしたらそのご褒美を。わっほーい、アイス五段重ねにしてもらっちゃった。あ、おいしい。それにしてもお姉ちゃんと勝間さん遅いな。初体験は恋人と海に出かけてそのままビーチで。だってなんでよ、相手さえ見つかれば私だって。相手か。勝間さんこっち来て。おわっ、結構な距離を走らせるじゃねえか。私とエッチしてください。でもでもこないだ偶然勝間さんとお姉ちゃんがエッチなことしてるの見ちゃって、私も興味出たというか。私だって普通の女の子だし。わかったよ、それじゃあ行くぞ。 A few moments later。 雑誌には美味しいって書いてあったのにな。はあ、おはよう、松川君。おはよう、桜町さん。美味しそうね。私もいただけるかしら。今は食事中なので後じゃダメですか。ダメよ、遅刻しちゃうでしょ。あの、もう少しですから。あ、Say, hold up, wait a minute, something ain't right。 あの桜町さん、委員会の打ち合わせどうしよう。見られてる。行くわ、打ち合わせに行くわ、君の家に。うん、唐突ではあったけど、女の子と会話することが数えるほどしかない僕は何の警戒もせず彼女を部屋に招いた。これを機に桜町さんと親しくなれたらなんてことを思いながら。うわ、ごめんね松川君、よく頑張ったわね。ってもう聞こえてないか。その日の晩、彼女は勢力の安定供給を求めてうちに住み着き始めた。ねえ松川さ、今朝見かけたんだけど仲いいの？桜町さんと。いや、彼女は読沢月の小学校からの同級生だ。ほら実行委員会で一緒だし。ああそういえば、でもなんでまた？別に大した意味は。ふーん、あのさ、あんた土曜日。あ、ごめん、そろそろ行かなきゃ。また後で聞かせて。桜町さんお手製の夕食後、その日のすべてを絞り取られる。ただの捕食なのかもしれないけど。準備、シャワー浴びて学校行くわよ。うん、雨上がったわね。うん、あ、
松川、おはよう。と、桜町さん？あ、いや、さっき偶然会って委員会の話をね。家が近いみたいでさ。おはよう。おはようございます。なんとなく気まずくて、ホテルから出てきたところに出くわしたような、なんとも言えない背徳感があった。実際僕たちは暇さえあればセックスしていた。体育の授業を仮病を使ってまで抜け出したのよ。早く。